車で発電機にガソリン入れたらですね、うむつやがひっからびってますね。皆さんこんにちは、爆発サザエです。今日は7月29日です。サイさんと2人で未知の林道に挑みます。今日の晩ご飯は紅油、淡々って読むんですかね、よくわかんないですけどね、漢字が難しい大乾麺でございます。一番低いところに私の発電機、そこから4キロ上にチャイさんが発電機で、その4キロのさらに私1キロぐらい先に今 HID これからつけたいと思ってます。木と木の間から向こう側を狙ってます。狭いところなんですけども、とてもなんかいい感じのところで、チャイさんのところは多分当たればすごいんじゃないかな。おっしゃってたように、ちょっと私が最初に張ったところはちょっと標高低すぎますね。 400m ぐらいですね。ここで標高 600m くらいですね。今 30W で灯火総研のはバッテリーで動かしてて、バイクの方の電源で 55W の HID をつけてます。7時37分です。蚊の飛びは増えてるんですけどもね。19時58分です。サイさんからバッテリーをお借りしてきまして、今 55W の方、来ませんね。私もですね、ライブ配信ってしてみたいんですけどね、なんか要件を満たしてないのか何なのか分かんないんですけど、この間やってみようかなと思ったらダメでした。20時34分髪切りきました。一応9時撤収で発電機の方へ戻りたいかなというふうに思います。サイさんのトラップに同じ宮本さんも来ています。白筋コマ21時21分です。とてもすごい大失敗をしてしまいました。コックをオフのまんまエンジンかけてついてなかったんですね。今点灯させました。22時19分です。22時半撤収の予定で、そろそろスクリーンとか畳んでまいります。うわー、もう3分見てます。おお、オドントラビスシーバー、オスの小さいのが落ちてきました。Normally, it has a tetanus or a 独角仙啊。See, tetanus female. Female? Yeah, down there. Oh, yeah, working.
かわいい。結果はどうあれ、知らないところでやるのは楽しいです。